ミシェル・マリー・バックマンは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、草の根保守派運動のティーパーティー運動を支持しており、ティーパーティー議員連盟の創設者でもある。2012年アメリカ合衆国大統領選挙の共和党候補の一人であった。1956年4月6日に、アイオワ州ウォータールーで、ノルウェー系ルーテル派の父のデイビッド・ジョン・アングルと、母のアーリーンとの間に誕生した。 両親は民主党の支持者であった。幼少期の1968年にアイオワ州からミネソタ州に引っ越すが、後に両親は離婚し、父のデイビッドはカリフォルニア州に移住し、彼女はミネソタ州、あの家でファーストナショナル銀行に勤める母のアーリーンの下で育った。10代の頃に母は再婚し、再婚相手との間に9人の子供を儲けるに至った。 1974年に、アノカ高等学校を卒業し、卒業後の同年夏に、イスラエルのベールシェバ近郊の器物で、ボランティア活動に参加した。ウィノナ州立大学で文学と政治学を専攻し、1978年に卒業した。在学中の1976年に同じく、ウィノナ州立大学の福音派、クリスチャン学生グループのメンバーであった。 マーカス・ d バックマンと出会う。当時は婚約者であったマーカスと共に、福音派の進学者で、哲学者であるフランシス・シェファーの映画、それではいかに生きるべきかに基づく、妊娠中絶反対運動に参加する。二人で、妊娠中絶をする病院の前での祈りや、路上でのカウンセリングといった、プロライフ運動の活動に参加した。二人は1978年9月10日に、 マーカスの家族が所有するウィスコンシン州の落農場で結婚した。1976年、アメリカ合衆国大統領選挙では、マーカスと共に民主党のジミー・カーターのキャンペーン活動に参加するが、大統領になった、カーターのリベラルな公共政策の方針、妊娠中絶合法化の指示、ガソリンの増税といった政策に失望し、 1980年、アメリカ合衆国大統領選挙では、共和党のロナルド・レーガンのキャンペーン活動に参加する。1986年に、O.W. コバーン・ロースクールで、ホーム博士の学位を取得した。1988年に、ウィリアム・メアリー大学マーシャル、ワイス法科大学院で、税法の法学修士の学位を取得。その後、夫のマーカスと共に、 ミネソタ州のスキルウォーターに在住し、1993年まで税務弁護士としてアメリカ合衆国内国際入場で働く。4番目の子供を産んだ際に母親業に専念するために IRS を辞職した。1991年にプロライフのための反対運動により政治活動家としてメディアの注目を集める。1999年11月にミネソタ州 スティルウォーターの教育委員の選挙に他の4人の共和党候補と共に出馬するが全員落選した。2000年に第56区の衆議会上院議員選挙に共和党の候補として出馬して初当選。2001年1月から2003年1月まで56区の上院議員を務めた後、新しく区割りされた第52区から出馬して当選した。 2007年1月まで52区の上院議員を務めた。2006年に共和党でミネソタ州第6区の下院議員マーク・ケネディが上院選挙に出馬するのに伴い、同区から下院選挙に出馬した。この年の中間選挙では、イラク戦争における選挙区が最大限に悪化していたことから共和党候補は、のきなみ逆風化にあったものの、 時点のパティウェッタリングの42%に対して50%の得票で勝利を収め2008年2010年に再選を果たした。2011年のバラク・オバマ大統領の一般教書演説の際には、ポール・ライアンによる共和党の公式な反論演説とは別にティーパーティー運動の支持団体であるティーパーティーエクスプレスを通して反論演説を行った。 2011年6月27日に、アイオワ州ウォータールーで2012年、アメリカ合衆国大統領共和党予備選挙への出馬を正式に表明した。8月13日に、アイオワ州エイムズで行われた、共和党候補の指名を争う模擬選挙では28.6%で1位を獲得した。しかし、2012年1月3日に行われた、 アイオワ州共和党党員集会での予備選挙では6位に終わり、翌日大統領予備選挙から離脱することを発表した。2014年の下院議員選挙には出馬せず、2015年1月の人気満了をもって政界を引退した。対イイラン政策では外交術はアメリカの選択肢であると述べる一方で、核攻撃も含めた他の選択肢を外すべきではないとも述べている。 また、長年にわたるイスラエルの支持者であるとも述べている。度重なる出現で勢いを失ったサラペイリンに、代わって保守派の女性候補として期待されたが、彼女もまた度重なる出現や根拠のない流言を流している。ありがとうございます。